ロンス堡の戦いは778年にピレネー山脈中のロンセスバーリエスで起こったフランク王国軍と山岳民族バスク軍の戦いである。バスク軍が現在のフランス・スペイン国境にあるイバニエタ峠でイベリア半島遠征の基地にあったカール大帝の軍を襲撃し、援軍にいたブルターニュ辺境伯ローランが戦死、カール大帝の唯一の敗北となった。戦いの模様は長年かけて脚色され、イスラームと戦うローランの存在は伝説化されて、絶大な人気を誇るようになり、中世ヨーロッパの騎士道に大きな影響を与えた。11世紀に成立したローランの活躍を歌う古フランス語の叙事詩、ローランの歌は現存する最古のフランス文学の一つである。カロリング朝のアキテーヌ侵攻、フランク王国のカロリング朝を開いたショーピッピンは、フランス南西部のアキテーヌを治めていたワイファリを破り、アキテーヌ公国部核まで侵攻した。アキテーヌ軍の主力だったバスコニア公国のバスク人も769年にショーピッピンに服従した。ガロンヌ川南は無傷で残り自治を続けたが、778年にカール大帝が息のかかったフランク族やブルグント族、聖職者らをガスコーニュに送り込んで要職につけ、フェザンサック、ボルドー、トゥールーズといった辺境伯領を設置してガロンヌ川左岸を散植していった。当時、イベリア半島では、アッバース朝に反旗を翻した、アブドアッラフマーン一世が後ウマイヤ朝を建国し、アッバース勢力を追い詰めていた。アッバース朝のバルセロナ・ジローナの前長官、スレイマン・アル・アラビーは、フランク王国のパーダーボルンに使者を送り、武力支援と引き換えに、サラゴサのフサイン、ウエスカのアブータウルと共に、カール大帝に服従を申し出た。ムスリム三長官のことによれば、アッバース朝のカリフマフディもあとウマイヤ朝討伐の軍を起こす準備をしているとのことだった。キリスト教圏拡大の後期と見た、カール大帝は、イベリア出兵を決定する。アル・アラビーは、サラゴサの早期解除を約束した。カール大帝は集められるだけの軍を率いて、778年にピレネー山脈を越えた。カール自身は、ネウストリア兵を率いて、バスコニアから西ピレネーをアウストラシア兵、ランゴバルド兵、ブルグント兵は、東ピレネーを通ってカタロニアへ向かった。バルセロナやジローナで、アル・アラビーから歓迎されたフランク軍は、アル・アラビー率いるアッバース軍も陣に加えて、サラゴサに向かい、都市を包囲した。一方、コルドバのアブドア・ラフマーン一世は、サラゴサがフランク人の手に落ちるのを防ぐために、信頼する武将イブン・オベイドを派遣した。サラゴサの首相フサインは、オベイドとたびたび争い、ついにはこれを破って捕虜にした。あとウマイヤ朝の武将を捕虜にし、サラゴサの防衛力が増強されたフサインはここで変身し、フランクへの降伏を突然拒否した。サラゴサを囲むカールに対し、フサインは捕虜にしたオベイドや黄金を送ることで懐柔しようとしたが、カール大帝は満足せず、フランク軍中のあるアラビーを拘束した。フランク軍によるサラゴサ包囲が長引き1ヶ月以上が過ぎると、バグダードを立ったアッバース朝軍が、バルセロナ付近まで到達した。ついに、フランク軍は、サラゴサにこもるフサインと休戦協定を結び、サラゴサ側が莫大な黄金をカール大帝に支払う代わりに、フランク軍は包囲を解いた。フサインとの交渉後、北方でサクソン人の反乱の報が届いたため、カールは本国に帰還せざるを得なくなった。出発前、カールは、バスコニアのフランク支配を強固にすべく、ムーア人と結託する可能性のある反対勢力を消し去ろうとした。カールの命により、バスクの首都パンプローナの城壁は破壊された。一説によると、城壁だけでなく町そのものが破壊されたという。バスコニアの他の多くの町も完全に破壊され、フランク軍の前線基地や守備隊が国中に配置された。駐留軍は、バスク人に対して圧政を敷いたという。バスコニアの安全を確保すると、カールは本国に向けてピレネー山脈の山道を進んだ。フランク王国の歴史家、アインハルトの記述などでは、バスク軍を率いたのはガスコーニュ公、ルポに聖とされている。山岳民族バスク人の軍隊は、基本的にゲリラ部隊で、兵士は2本の単槍と、ナイフや短剣で武装し、弓や投石機を用いた。後世、ピレネー山脈出身の傭兵集団として、有名を馳せたアルモガバルスと同様に、鎧は身につけなかった。地元のバスナバールやスールなどのバスク人による略奪目的だったとする説もあるが、バスク人はピピン3世のバスコニア侵攻以来、長くカロリング朝に抵抗してきた歴史もあった。ピレネー山脈中のロンセスバーリエス・カール大帝が率いるフランク軍の後衛部隊には、ブルターニュ辺境伯ローランや9歳、エッキハルド・ラカールの重臣がいて、本隊の退却を助けるとともに、市長隊を守っていた。故郷を踏みにじられ、党破壊されたバスク人は復讐に燃え、フランク軍に気づかれずに、これを追尾し、先回りして待ち構えた。778年8月15日夜、フランク軍の後衛部隊が、ピレネー山脈の峠越えをしている最中に、突如としてバスク戦士たちが襲いかかった。奇襲攻撃に不意をつかれたフランク軍は大混乱に陥り、伏兵から逃れようと狼狽した。バスク兵の装備は貧弱だったが地形を熟知していたため戦闘を優位に進め、高所から効果的に攻撃した。バスク軍は退却するフランク軍本隊から後衛部隊や市長隊を切り離したため、伝軍のローランたちはしばらく持ちこたえたものの、最終的には全滅した。しかし、ローランらの玉砕によって、カール大帝と本隊は基地を脱することができた。バスク軍は市長を略奪すると、野因に紛れて退却し、フランク軍の追撃をまいた。戦場跡に立つ記念碑歴史家アインハルトは、カール大帝伝で、しんがりの戦士は、最後の一人まで殺されたと記している。同書によると、戦死した中には、カールの重臣の9歳エッキハルド、ローラン、宮中伯アンセルムスらが含まれた。多くの巧妙な貴族が戦死し、サラゴサ包囲で得た莫大な黄金も失った。戦闘自体は小規模で敗北といっても小さな挫折ではあったが、カール大帝は多くの腹心と財産を喪失し、彼の輝かしい軍事的功績の中で唯一の黒星となった。カールはこの後、自らイベリアに出兵することはなく、遠征は配下の将軍に任せた。フランク軍はサラゴサ攻略に再び失敗するなど苦戦するが、795年にはスペイン辺境領を設置し、イスラーム勢力圏との干渉地帯とした。辺境領は徐々に勢力範囲を広げ、801年にはバルセロナを加えた。また、カールはイベリアに隣接し王権と対立してきたアキテーヌを確実に掌握するため、息子の累計剣王を初代王とするアキテーヌ王国を建国した。ピレネーもカロリング朝の役人が治め、キリスト教家が進められた。バスク人は790年までカロリング朝支配に対して抵抗を続けた。サラゴサはイスラーム勢力圏にとどまり、独立したタイファ諸国の一つとして11世紀まで存続した。パンプロナもイスラーム勢力の下に残ったが、798年から801年にバスク人が反乱を起こし、824年にはパンプローナ王国が成立した。パンプローナ王国は建国の年にカロリング朝軍に侵入されたが、再びロンスボーの地でフランク人たちを破った。第一次ロンスボーの戦いでは、カール大帝は逃げ延びたが、第二次ロンスボーの戦いでは、フランク軍は包囲殲滅されて、大きな被害を出した。ローランとその部下たちの死、この戦いは長年にわたる口頭伝承を通じて大幅に脚色され、フランク軍とバスク人の小規模な戦闘がキリスト教徒とムスリムの大決戦のように伝わった。バスク軍は40万のサラセン軍に置き換えられ、聖剣デュランダルやローランの角笛といった要素が付け加えられた。実際のローランの死についてはほとんど情報がないが、中世ヨーロッパでは名誉ある騎士像として人気が出て、11世紀にはローランを称える作者不詳のローランの歌が成立した。これはオイル語で書かれた詩としては現存する最古の武勲詩である。ローランとパラディンの物語は、イングランドの円卓の騎士と共に、騎士道の典型的な象徴となって、騎士文化に多大な影響を与え、後世のキリスト教戦士たちを奮い立たせた。1066年のヘイスティングズの戦いでは、征服王、ウィリアムの旗下の騎士や兵士らが、アングロサクソン人と戦う前にこの歌を歌い士気を高めたと伝えられている。ローランの部訓は、イタリアの叙事詩、クルエル・オルランドの中でも歌われている。ありがとうございます。